雑談です。戦争です。は、ラセンということで始まりました。ハラセンラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々、私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、指して言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ということで、見ましたですわ。 罠のの戦争の10話目でしたねこれ11話まであるんですね。来週が最終回なんですが、いやもういよいよというかね、あの怪文書、最後の最後になってこいつだったのかというかね、先週の僕の予想では、えっと、水川かたまりさんがね、怪しいな、誰かにあのやってこいって言われてスパイ活動でもしてんのかな。それと あの引き出しを開けた時にえ海老沢がねすごい顔であの引き出しを見ちゃったみたいな顔しててあれの時にあの陳情書を隠してるのを見つけてしまってっていう話をしててでコメントに書いてあったんですよね「あの海老沢が怪しいんじゃないか」確かにそうだなと思ってみたら。 海老沢でした本当に最後の最後にねそこまでに至るまでにまあ鷲津さんはもう疑心暗鬼というかねまあ方々からねあの怪文書を早く犯人見つけた方がいいぞみたいな言われててえこいつじゃねえのかこいつっていうのはあれですよねあの。 一度追いやった虻川ですよ。虻川がああやあの戻ってきたんでね、あの、鶴巻の施設秘書になって、で、それも怪しんでたんですが、そうじゃなくて、で、一方、またね、高野、高野ですよ、これをね、龍崎に、すごいネタを、あの鶴巻を追いやるために、幹事長を追いやるために、すごい、えー、空港建設のダンプのね、 あの登録料ですごい金をプールしてると現金をでそれを暴こうとあのこんなネタがあるんですっつって総理の龍崎に持ってくと分かったちょっと預からせてくれっつってそっとこれ龍崎は龍崎でねこれ鶴巻をそのまま追いやったとしてももっと何て言うんですか自分に有利に働くように。 いい感じで優待、まあ、させて鶴巻を優待させてあのネタは持ったまんま辞めさせといて力を維持したままやっぱりあの鶴巻はすごかったあーっていうのを残したままそれを今後生かそうと龍崎は 優退させて、このネタはさすがにあれだからまだ預かっとくよっつって、で、鷲津を、まあ言うたら裏切るというかね、まあ鷲津がちょっとやりすぎたというかね、あの、もっと、あの、いい役職というかね、権力がくれっつって、まあ、お前はやりすぎたなっつって、そういう目に遭っちゃって、逆に今度は鷲津が追い詰められて、で、 その怪文書の犯人が「誰なんだ誰なんだ」っつったらあの和室がつこうとしてたポストにこれ高野がつくもんだからで龍崎がね「高野君はああ見えてえなかなかの策士だよ」つってそしたら「高野はあのジャーナリスト熊谷と飲み仲間だ」っつってじゃあ,あの和室がね潰した記事 のことも知ってんのかっつったらもうすごい愚痴られてたよって言うからこれはいよいよ高野があの怪文書まいてんじゃないかと思って高野とまたバチバチやっちゃったりするわけですよだからこう権力を手に入れるというかね上に上っていく段階でこれまでの人間関係をことごとくこう潰してきてでもういよいよ誰なんだって1人事務所に来た時に 竹の花の花こことを書いたやつがあってねこれもう植物っつったらあいつしかおらん海老沢しかおらんっつってすぐね見てお前の書いた怪文書っつって呼びつけてそしたらやっぱりその陳情書兄の陳情書をねないがしろにしたことをまあ恨みに持って今度は海老沢が鷲津、えー、の寝首を書きに来たというかねこう引きずり下ろそうとうん まあ過去の恨みですよねそそれを晴らもともと、まあ、その海老沢が来たっていうのもその鷲津が秘書時代ついてた犬飼のことを犬飼のところに陳情に行って「善処します」っつって無視されちゃったみたいなのを恨みに持ってたっていうのがあってやってきたっていうのが10話目でしてこれね11話目最終回どうなるかっていうとまあいよいよそういう状況になって。 鷲津は今後どうなっていくのかというところなんですが予告を見るとねこれどうもまあ高野が副大臣の地位を手に入れて今度は高野も同じように権力に取りつかれたようにあの暴走しだすとねいうことになってくるのでもうこ。 結局堂々巡る、ね、そういうやつらをお、まあ、退治しようというか追いやろうとそういうのをおやめて改革していこうとして入ってくるんですが結局自分が権力を持つと同じようなことになってしまうという確かにそういう,う政治の世界とかいうねドラマはこれはドラマですけども 確かにそういうこともあるのかな、ね。あの、初心、志をね、もう本当に日本を良くしようとか、あの、言って政治家になったところで、権力を持ち出すと、いやあ、あの方の顔を立てないととか、まあ、忖度ですよね。で、あの、結果、そういう政治をやめようと思って、 入ってきてきも結局自分がそういうい立場になるとやっぱりそうせざるを得なくなるというかねうーんなってしまうのかなというのを物語っている本当に非常に面白いドラマ最終回ねこれ本当しずさんどうなるのかねえ僕はあの主人公なんでハッピーエンドなんだろうなとは思ってるんですがこれちょっとわかんないですよねなんで来週最終回楽しみな。 罠の戦争ぜひね、TVer で見逃し配信などご覧になってください。あと、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。